にするという事件がありました。いわゆる540万円盗難事件です。これについて東京アカデミーの方が540万円盗まれたんですから、ここで警察に届けるのが普通の対応だと思うんですけれども、なぜか8ヶ月もこれを隠し通して公にせず警察に届けようとしませんでした。そして当時の刑事担当の部長であった K さんを、お前の管理が悪かったんだ、報告もなってない、さまざまな理由をつけて降格処分にして、そして配置転換して、こういった中で K さんはなぜ自分がこういうふうにやらなければならないのか、どうして自分が処分されるのに泥棒が捕まらずに、そして犯罪自体がなかったことにされてしまわなければいけないのか、東京アカデミーにきちんと事件を警察に届けてきてください、訴えてきておられましたけれども、東京アカデミーはその訴えを取り合わず、なんと8ヶ月にわたってこの事件を放置し続けたのであります。東京アカデミーがいよいよ警察にこの540万円盗難事件を届け出たのは、私たち名古屋ふれあいユニオンとの団体交渉を開始されるその当日でした。私たち名古屋ふれあいユニオンが、なんだこの対応は、540万も盗まれておきながら、そしてお前の金額と言って労働者を一人処分までしておきながら、それでありながらこの事件を警察に届けれない、なかったことにしてしまう、それを勝ちじゃないかというふうに訴えて、そしてようやく団体交渉が行われるこの日に、東京アカデミーは事件を警察に届け出たのであります。私はその東京アカデミーのおかしな対応を私のブログに書きました。なんで東京アカデミーはこんなおかしなことをするんだ、おかしいじゃないか、圭さんが一体どんな悪いことをしたんだ、間違ってるじゃないか、そういったことを書きました。私たち東京アカデミーに対して書いたことは何一つ嘘はありません。東京アカデミーで540万円が盗まれたことも、そしてそれを8ヶ月にわたってユニオンに追及されるまでそれを届けられなかったことも、そして団体交渉の責任でどうして届けられなかったんだというふうに追及したところ、追及したところ、どう考えても、会社の人間が怪しい、内部の人間が怪しい、会社の人間が警察に捕まると営業所良くないと思った、こういったことを平平の団体交渉の中で告げていたのが東京アカデミーだったのであります。私はそれをそのままブログに書きました。すると東京アカデミーはそれらの名誉毀損だと言ってきたのであります。しかし内部犯行の可能性が強いから、うちの社員が警察に捕まると営業所良くないと思ったから届けれなかったんだというふうに言ったのは私ではありません。東京アカデミーの側なのです。東京アカデミーの側がこういうふざけした人を舐めに来たおかしなことを言うから、何なんだそれは、おかしいじゃないか、こういったことをきちんと訴えたところ、それが名誉毀損だ、だったらそんなこと言わなければいいじゃないですか、どうして自分の言ったことを人が言ったら名誉毀損だ、そんなに言われたら絶対に通用しない、私は思うものであります。私は現在名古屋ふれあいユニオンの職員でも何でもありません。こうしたユニオン活動も全くのボランティアでやっています。名古屋ふれあいユニオンからお金をお給料一円ももらっていません。けれども労働者のためにいじめられたりパワハラを受けたり不当な扱いを受けている労働者がこの名古屋の地にいる、それは許せない、そういう思いでこうしてユニオン活動を行ってきました。その私や、そしてこの東京アカデミーにおいて様々な仕打ちを受けてきた K さんに対して、東京アカデミーはまさに逆切れとも言うべき口封じ訴訟を行ってきたのであります。東京アカデミーは単に200万円を支払ってくださいと言っているだけではありません。私や K さんに対して東京アカデミーが団体交渉の中で言ったこともインターネットで書いてはならない、発表してはならないと言いま
それだけではありません。東京アカデミーが団体交渉の中で言ったことを不特定多数の者に口頭で言ってもいけない、なんと口まで封じてしまう、こういう恐るべき言論封殺の裁判を打ってきたのが東京アカデミーなのであります。なぜ人が口頭で話すことについてまで、しかも私たちが言ったのではありません、東京アカデミー自身が言ったのです。内部犯行の可能性が強い、もし社員が警察に捕まったら営業上良くないと思ったんだ、これは私が言ったのではありません、東京アカデミーの側が言ったのです。そのことをありのままに書いたらどうして名誉毀損と訴えられなければいけないのでしょうか。おかしな扱いを受けてきたのは K さんです。ひどい扱いを受けてきたのも K さんです。 K さんが東京アカデミーを訴えるのなら分かります。けれどもどうして K さんを東京アカデミーの側が訴える、このような逆切れ訴訟が、口封じ訴訟が正当化されるというのでしょうか。おかしいではありませんか。私たち名古屋フレアユニオンは東京アカデミーに対して団体交渉に応じてください、これまでにも要求してきました。皆さんご存知でしょうか。会社には労働組合から団体交渉を申し込まれたら、これを誠実に受けなければいけない団体交渉義務というものがあります。この東京アカデミーは皆さん見てください、公務員、警察官、消防員、保育士、教員に対応して、すなわち公務員の人たちを養成する学校であります。そういう公務員の人たちを養成する学校において労働組合から団体交渉を申し込まれているのに、それを受けない、法律違反を堂々とする、そのようなことがまかり通ってもいいのでしょうか。私たちはこのような法律違反絶対におかしいと思います。東京アカデミーと名古屋フレアユニオンとの間の団体交渉、まだまだ序の口に差し掛かっただけです。議題に挙げられていたこともまだ最後の最後まで終わっていません。経団の降格処分、最低化処分、理由として東京アカデミーは当初5つの言葉を挙げていました。今東京アカデミーの方が胸から何か出したのを見たでしょうか。あれは私たちの演説の様子録音しています。これもまた裁判の証拠ですということのようです。結構です。
A さん、この人であったということが東京アカデミー側の資料から明らかになりました。なぜ東京アカデミーの皆さん、団体交渉において私たちが最初の社員が来たのは8時40分、だから犯行時刻は7時から8時40分の間だったんですねと言ったときに、いや、最初に来たのは A 執行部長で8時だった、言わなかったのでしょうか。これだけで犯行時間が本当なら40分も縮まったのです。どうやってそんな嘘をついたのでしょうか。なぜ A 執行部長が8時に来てるとは思わなかったのでしょうか。なぜそれを私たちに告げられなかったのでしょうか。私たちは非常に不可解だと思っています。なぜ東京アカデミーは私たちに真実を明らかにしなかったのでしょうか。嘘をつくのでしょうか。私たちは何一つ隠すものはありません。恥じるものはありません。ですから正々堂々とこうして事実を述べ立てます。それに対して東京アカデミーは事実を隠してきました。隠して隠して隠してきました。1月17日に540万円が盗まれた時も東京アカデミーはこれを隠しました。世間の人たちにも隠し、警察にも隠しました。この東京アカデミーの金庫のダイヤルキーナンバー知っていた人はほんの数人だったというふうに私は聞いております。もしも直後に警察に届け出て、そして真実の捜査を行われていれば、この事件今ほど解決していたかもしれません。けれども警察に届け出た時にはもう8ヶ月も経っていました。540万円が盗まれてから8ヶ月も経ってから警察が金庫を調べても、もちろん何も分かりません。指紋も取っていったということですが、結局犯人は未だに見つかっていません。犯人を逃がしたのは誰でしょうか。 K さんは今まで一貫して事件を警察に届けてください、真実を明らかにしてください、訴えてきました。けれど東京アカデミーはそれを無視して、それを居直って、そして労働組合に追及されるその日まで東京アカデミーはそれを警察に届け出ることなく隠して隠して隠し通してきたのであります。なぜ事実が明らかになることをそんなに恐れるのでしょうか。なぜ540万円が盗まれた、この事実を警察にも明かさず、世間にも明かさず、そして社員一人を追及して、そして降格処分にすることで抑え込んでしまう、あるいは抑え込んでしまえると思ったのでしょうか。おかしいはありませんか。私たちはこの東京アカデミーの行動、絶対におかしいと思います。東京アカデミーは K さんに対して謝ってください。 K さんに対して出した降格処分取り消してください。配信が元に戻ってください。私たちはこのように団体交渉で訴えてきました。けど東京アカデミーは過去の処分を取り消してくれということなら、それは無理だ、話し合いを借りられないから居直りに来て、私たちの言うことに耳を傾けようとしませんでした。この怒り、この異常に私はこの東京アカデミー名古屋校に胸いっぱいに力いっぱいにぶつけて、そして東京アカデミー、なぜそんなひどいことをするんだ、なぜそんなおかしなことをするんだ、経済があまりにもかわいそうじゃないか、私が何か悪いことをしたのか、どうして200万円もぶたくらえなければいけないのか、このように強く強く訴えたいというふうに思っています。私は東京アカデミーから先日訴えられました。200万円の払えと言われています。私が何か悪いことをしたでしょうか。ただ事実を述べただけではありませんか。どうして東京アカデミーに200万円取らなければいけないのでしょうか。 K さんが何か悪いことをしたでしょうか。東京アカデミーが事件を隠そうとして、隠し通そうとして、そして傷口を広げていく中、 K さんだけがこの事件を警察に訴えるべきだ、540万円盗難事件の真相を解明するべきだ、社内で訴え続けていたのではなかったでしょうか。その K さんに対して
名誉毀損だから200万円よこせ。私は驚きました。けれども昨日訴状を初めて読んでもう一度驚きました。私がどんな名誉毀損をしたのだと思って読んでみたら、そこに書いてあるのはまさに私が言ったことではなく、東京アカデミーが団体交渉の中で言ったことだったのであります。内部犯行の可能性が高い、入試が怪しい、だから警察に届け出なかった、社員が捕まると営業上良くないと思った、と酒井は書いている、書いてありますけれども違います。そのように書いたのは東京アカデミーであって私ではありません。書いたというのは間違いですね。そのように東京アカデミーは名古屋ふれあいユニオンとの団体交渉の席できっぱりと言ったのです。皆さん嘘だと思うでしょうか。けれども証拠が残っています。録音テープが残っているのです。嘘もごまかしも聞きません。東京アカデミーと名古屋ふれあいユニオンとのやり取りは録音テープに取られています。ここに東京アカデミーが言ったこの発言きちんと残っています。540万円盗難事件、正直言って内部の人間が怪しい、関係者が怪しい、関係者が警察に捕まると営業上良くないと思った、このように言ったのは私ではありません、東京アカデミーです。そしてもう一つ書かれていたのは、私のブログに書いてあることをあっちを切り取りこっちを切り取り、これを読んだらこのように思う人もいる、このようなことでした。私はそのようなことは一言も言っていません。そういったことを東京アカデミーはあっちを切り取りこっちを切り取りして、そしてこのように読む人もいるのだ、思う人もいるのだ、だから名誉毀損だ、200万円払え、私に言ってきました。皆さんどうして私が東京アカデミーに200万円払わなければいけないのですか。私は東京アカデミーにそんな悪いことをしたでしょうか。皆さん K さんがどうして200万円東京アカデミーに払わなければいけないのでしょうか。 K さんはそんなに東京アカデミーに悪いことをしたでしょうか。事件があった後これを警察に届け出て明らかにするべきだと訴えたのは誰でしたか。500万円40万円盗難事件、警察に届け出てきちんと処理するべきだと訴えたのは誰でしたか。その時東京アカデミーにいらっしゃる経営陣の皆さん一人でも K さんの勇気に付き従い警察に届け出るべきだと言った人がいましたか。いなかったのではないでしょうか。その K さんに対して200万円払え、逆でしょう。なぜ K さんや私が東京アカデミーに200万円払わなければいけないのか、絶対におかしいと思います。しかもそれだけではありません。単にお金の問題ではないのです。東京アカデミーのお伝えはまだあります。東京アカデミーは東京アカデミー自身が団体交渉の中で言ったことをインターネット上で発表してはいけないというふうに書いています。それだけではありません。口頭で不特定多数に伝えてもいけない、このように命令してくれ、裁判所に訴えています。口頭であった事実をありのままに語ることすら禁止する、このような訴えを、法律を調べる、そして公務員を育てる、この学校において堂々と一般市民に対して訴えてくる、あるいは自社の社員に対して訴えてくる、このようなことが平気で行われるこの東京アカデミーではどのような教育がなされているのでしょうか。私たち名古屋ふれあいユニオンは何もおかしなことを訴えているわけではありません。私たちと東京アカデミーとの間で争われている事件、これは団体交渉話し合いの中で解決しましょうと言っているわけです。私たちはずっと話し合いで解決しようと言ってきました。それを一方的に拒否して団体交渉はやらないのだと拒否してきたのは東京アカデミーの側であります。東京アカデミーは前回11月1日の抗議行為でうるさかった、迷惑した、そんなことを言っています。皆さん
うるさいのは私たちのせいなのでしょうか。私たちは好き好んでこうした抗議宣伝行動を行っているわけではありません。正直私眠いです。昨日も一緒に起きておりません。東京アカデミーから送り出してきたあの工場を見ていかに振る舞いやることなく一緒にもできませんでした。家帰って寝たいです。けれどもこんなことで法律違反の団体交渉給与を許してはいけない、その思いから今この東京アカデミーの法人に立っています。おかしいのではないでしょうか。団体交渉は労働組合法で定められた会社使用者の義務ではないのでしょうか。この使用者の義務を明言で破り明言で行い、それで市民の人たちや学生の人たちに合意を取って公務員を要請しよう立ち上がってしまいます。私たちに名古屋家庭連合を求めていることは簡単です。法律に従って団体交渉で解決をしよう、団体交渉を開いて話し合いをしよう、それだけであります。皆さん東京アカデミーが団体交渉をしなくていい、そんなことどこの法律に書いてあるでしょうか。名古屋プレアユニオンとは団体交渉をしなくていい、そんなことはどこの法律に書いてあるでしょうか。私たちは労働組合法に書いてある通り団体交渉をしてください、そのように訴えているだけであります。おかしなことはおかしい、間違っていることは間違っている、訴えてきただけであります。その私たちに対して200万円払ってください。逆でしょう。あなたたちことが違法行為を今この瞬間も名古屋プレアユニオンに対して行っているではありませんか。東京アカデミーの皆さん、今この場で名古屋プレアユニオンとの団体交渉に応じるというのであれば、私たちは即刻この団体交渉を行動を中止します。なぜならお話し合いの場を作ること、話し合いによって事件を解決することこそが私たち名古屋プレアユニオンの目的だからです。けれども東京アカデミーがやっていることは何でしょうか。私たちのブログによる報道活動に対して因縁をつけ、そして曲解し、団体交渉はやらない、このようなへりくつをこね、わがままを言い、多くの組合員たちや、そして労働者の人を苦しめる、こういったやり方を私たちは絶対に許すことはできません。私たちが知っているのは簡単であります。話し合いで解決しましょう。テーブルに着きましょう。けれども、東京アカデミーが法律に反してテーブルに着かないのであれば、私たちは何度でも、何度でも、何度でも、東京アカデミーの門前に立つ。おかしいことはおかしい。間違っていることは間違っている。声を大にして訴える。これだけであります。私たちの言っていることが間違っているでしょうか。あるいは、東京アカデミーの側が間違っているでしょうか。今、東京アカデミーの前に立っている社員の方がポケットにしまっているのは録音機です。私はもちろんそのことを知っています。なぜなら、前回の団体行動の際にも、録音機で私たちの演説が盗聴されていた。それが明らかになっているからです。けれども私たちは別に構いません。なぜなら、私たちは正しいことしか言っていないからであります。事実が明らかになって、この東京アカデミーの場合とは違うのであります。事実を隠蔽し、警察にも隠し、そして市民社会にも隠して540万円盗難事件を握り崩そうとした東京アカデミーの皆さん、反省していますか。反省していないから私や警察に対して200万円払え、こういうずうずうしい裁判を起こしてくるのではないでしょうか。何度でも言います。経産は今やもはや一社員であります。私など、名古屋ウェアユニオンからも一円のお金ももらっていない。ただの一人のボランティア活動家であります。ただひたすら、この名古屋の地から職場のパワハラを、そして理不尽をなくしたい。その一年で活動してきた私に対して、200万円払え。何ですか。どんな悪いことを、この私が東京アカデミーに対してしたのでしょうか。なぜ200万円払わなければいけないのでしょうか。私たちは正直に言いまして
200万円稼ぐためにどれだけ雨に働かなければならないか、末端の労働者の人たちは分かっていると思いますが、東京アカデミーの幹部の皆さん、そして理事の皆さん、代表取締役の方々、分かっていらっしゃるでしょうか。この200万円の重み、200万円払えと言われたことの怒り、これを私は絶対に将来忘れることはありません。ありのままの事実を、東京アカデミーの側からした事実をブログで報道したことによって名誉毀損であると因縁をつけられた、あるいは私が言ってもいないことまでここに書いてあることを読めばそう思う人もいる、このように難癖をつけて私に200万円払えと言ってきた、この東京アカデミーのやり方を私は生涯許すことはないでしょう。東京アカデミーの皆さん、反省してください。私がどうして200万円払わなければならない立場になったのか、その時にこの場合に立場になってしまったのか、自分でその重みを感じてください。自分たちがやってきたことを学び上げて、事実を隠して隠して隠して、そしてそれを明らかにしようとした社員に対して200万円払え、名誉毀損だ、なんでだこれは、なぜそんなことを東京アカデミーの場合に言ったことがあるのか、東京アカデミーにどんな力があって経済や私を訴えることができるのか、私たちは大変疑問に思っています。私は東京アカデミーになったら一円も払いません。最後の最後まで、最後の最後まで一度も成功した絶対に一円も払いません。なぜならこの東京アカデミーに苦しめられた K さん、この K さんに何としてでも私は一人の労働組合活動家として役員として報いていきたい、そして一致報いたいと思っているからであります。私たちは負けません。こんな口封じ訴訟、嫌がらせ訴訟、絶対に負けません。訴訟を打ったからといって、裁判をやったからといって、私たちの追及の手を逃れることができると思わないでください。裁判をやったら、私たち労働者がビビる。そして、こうした抗議行動もやむ。そんな甘っちょろい考えは、今すぐ捨てるべきだということをはっきりと言っておきます。私たちに対する理不尽な行いが積もれば積もるほど罪は深くなります。罪が深くなれば深くなるほど私たちの追及の手は強く強くなります。東京アカデミーの皆さん、団体交渉の席で私たちの主張に異論反論があるなら言い返してみればいいではないですか。どうしてその対等のテーブルにつくことを拒否して、団体交渉を拒否して建物の中に逃げ込んでしまうのでしょうか。私たちは負けません。名古屋フレアユニオンは負けません。そして K さんも絶対に負けないでしょう。 K さんは今までも負けてきませんでした。経理担当部長として今回の540万円盗難事件、金庫の管理の仕方が悪かったと言われ、あるいは報告がおかしかったと言われ、挙句の果てに経理担当部長を解任されて、そして今のような悲惨な状態に陥ったとしても、経団は今でも毎日毎日東京アカデミーに通い続けています。そして仕事をしています。東京アカデミーの経営陣の皆さん、幹部の皆さん、一人でもこの K さんの立場に立たされたこと、立たされることを考える人はいないのでしょうか。明日は我が身である、考える人はいないのでしょうか。あるいは他人のことは他人のこと、自分のことじゃないからほったらかしなのでしょうか。私たちは一人の痛みはみんなの痛みだと思っています。組合員が受けている痛み、絶対にみんなの力で跳ね返すことができると私たちは信じています。
そうでしょうか。私たちが何か嘘を言っているでしょうか。本当のことしか言っていないではありませんか。東京アカデミーは540万円金庫から盗まれた。この事件を警察に届けられませんでした。そして8ヶ月にわたってこれを隠し通そうとしました。そして事件の真相を明らかにするべきだと言い続けた K さんの意見を無視し続けました。そして挙句の果てに名古屋フレアユニオンからいよいよ団体交渉が突きつけられ、それが行われるその日の朝にようやく事実を警察に告げに来ました。被害届を出しに来ました。これが事件の表です。その日の団体交渉で一体東京アカデミーは何をしたら、社員が内部担当が疑われる可能性が高い、だからこのような、事件を表沙汰にしたくなかったのか言ったのは私ではありません。東京アカデミーです。もう一度テープを聞き直してください。思い出してください。私は今から東京アカデミーの方に申し出に行きたいと思いますが、先生講座を続けていきます。皆さんよろしくお願いします。さらに私たちのこの抗議行動を断固として続けていきたいと思います。東京アカデミーのこの前にいる諸君たちは胸の中にマイクをテープで取り、そして何か問題